こんにちは。こんにちは。これまで豊さんの YouTube の中で最強の〇〇シリーズって結構やってきたじゃないですか。はいはいはい。最近だと最強の、方程式、勝利の方程式、豊さんのものだと。はいはいはい。まあトリオだよね。トリオ。そうですそうですそうです。ねえ、漫才トリオと。いろいろあるよね。なんかすごい昭和を感じました。漫才トリオ。いやいや、漫才トリオとかなんかトリオでやってる人とかも多いじゃない。あ、3人でね。コンビも多いけどね。うんうん。私、トリオといえばやっぱスーパーカートリオ。あ、トリオ。トリオだし、やっぱ3人で何か方程式とかトリオとかってプロ野球あると思うんですけど、うん、はい。忘れちゃいけないのがやっぱクリーンナップ。クリーンナップ。3、4、5。まあこれもトリオだよね。トリオです。だって3、あれなんででもクリーンナップ3、4、5ってついたんですかね。3、4とかだって4、5じゃダメだったんですかね。3、4、5。まあ、それをひっくるめてクリーンアップって言うんでしょ。そうなんです。なぜ5番まで入れてきたの、うん、いや、それ前、じゃあお前なんか話しながらじゃなくて調べてこいよ、語源は何でしょうかみたいな。全然今話しながらなんで3、4、5まで入ってくんだってちょっと今度調べておきますが、はいはいはい。まあ、クリーンアップ、まあ、それぞれチームの顔となる野手ですよね、はい、いるね、はい、いっぱい今までいます、うん、その3番、4番、5番を務めてきた人たちで、森藤がパッと浮かぶクリーンアップってなんだ、うん、もう AKD ですよ。AKB？ ちょちょちょ、AKB、AKD、秋山、清原、デストラーデ、AKD ですよ。ああ。これです、もうちっちゃい時は。もう。ああ、そう。まあ、それもいいね。秋山さん、清原さん、デストラーデって、さん、まあ、デストラーデ選手って、やっぱちっちゃい時って相性って子供って耳なじみいいじゃないですか。まあね。だからもう AKD って言われて、うわ、かっこいい。もうパカーン、パカーン、パカーンってみんな打ってくれるので。ああ、そう。うん、やっぱりさ、うん、俺らなんかは、王、長嶋、末次だったけどね。おお。俺らの時はね。いや、子供の頃よ。子供の頃。はいはい。うん、まあ、王さん、長嶋さん、末次さんっていう。まあ末次さんがまあ大学の先輩になるんだけどさ、はい、ちょっとなんか王さん長嶋さんってくれば、うん、誰が入っても、うん、ちょっと弱く感じるよね、うん、いやもうその王さん弱さがあるよね。そう、インパクトがすごい。あ、だけど、はい、俺がやっぱ現役時代に対戦してすごかったのはバース掛布岡田出た、もうそこも最強ですよね。いや、やっぱりインパクトはあったよね。うんうんうん、でもしかしだよ、しかし、はい、その印象とやっぱ数字っていうのはちょっと違うじゃない。はい、うんうん、まあ例えばローズ、中村のり、磯部、はい、近鉄、あ、近鉄、これもやっぱりすごかったな。あ、確かに、まあ、打点が半端ないもん。すごいですね。確かに3番のローズ打点131、ああ中村、のりひろさんが132で、その磯部浩一さん、ああ磯部さんが95。そうでしょ、すごいですね。でも、はい、井口、松中、城島、はい、これ3人ともさ100打点上げてんだ。あ、本当だ。109、123、119、そうです、100打点以上です。いや、それで、はい、ホームランがちょっと少ないでしょ。あ、ホームランは少ないです。いくつだ、井口が。井口さんで27、うん、で松中さんで、まあ、松中さん30、うん、で、うん、城島さんで34なので。いや、だけどさ、球場考えてみ、はい、あ、広い。当時テラス席はなかったからね。それでそっか。でヤフオクドームでその数打てるっていうのはすごいよ。確かにそうですね。で阪神のクリーンアップ、はい、バースがダントツなんだけどさ、掛布さんも40本打ってる、はい、うんうん、で岡田さん30本以上打ってる、はい、でもラッキーゾーンがあったんだよ、まだ。あー、球場の広さ、まあ、そういうこともある。なるほど、そっか。あ、数字、そうですね、数字とその球場の広さでまた変わってきますもんね。うん、他になんかいるか、印象的なのが。でも、ちょっと資料ここにあるんですけど、うん、2002年の巨人、高橋由伸、松井秀喜、清原和博、この3人。まあ、名前は豪華だよな。いや、そうですよ。いやいや、すごい。だって、
すごい。でもその名前を書いてあるけどさ、慶喜が怪我してんじゃないか、途中で。あ、そうなんですかね、もしかしたら。打点が少ないでしょ。高橋慶喜さん、あ、打点53ですね、本当だ。そうでしょ、はい。やっぱ3番で53打点っていうのはありえないよね。あとね、清原さんが33打点なんですよ。あ、だからやっぱそれ名前をな並べただけなんだよ。そうですね、うん、松井秀喜選手が本当50本塁打の107打点なので、うん、そうですね、やっぱ名前のバリューってすごいですね。ちょっと名前のバリューはすごい。確かにそうです。だからそれ考えると、うん、秋山、デストラーデ、秋山さん、清原さん、デストラーデ。あ、そこも破壊力あったな。そうです、ちょうどあの森監督の時で、あの2位に12ゲーム差つけて優勝した時で、ああ、まあ、秋山さんで91打点、ああ、まあ、100本はいってないんですけど、はい、35本塁打 で、 ああ、で51盗塁で盗塁王なんですよ、3番が。ああで4番の清原さんが、まあ、でも37本塁打で94打点、数値的にはあれですけど、うん、デストラーデが42本塁打の106打点。まあでもいや、やっぱ前が秋山、清原って出るからね。あ、だからデストラーデのところに溜まってくるんだよ。そうか、秋山足早いしさ。はい、いやー、これ難しいな、難しい、ナンバーワン決めんの。いやですよね。あとは例えば2006年の中日です、はい、福留孝介、宇津、森野雅彦。まあちょっと弱いかな。ちょっと弱いですか。いや、森野がちょっと弱いかなっていう感じがするよね。まあ森野もいいバッターだったんだけど、はい、各球団の3人から比べるとさ、ちょっと物足りないかなっていう。福留は首位打者取ったりとかしてるでしょ、その時に。してます、してます。そうでしょ、はい、首位打者と MVP で、4番のウッズが、うん、本塁打と打点の2冠で、で実は5番が森野選手、後半から座ってるんですよ。で前半はアレックスなので、だからもしかしてちょっと弱いっていうイメージはもしかしたらそうなのかも。まあ、まあ、そうだよね、はい。いやー、これさ、ちょっとナンバーワン決めるの難しいな。難しいです。あともう一個ありますよ、もう一個、もう一個。何？2015年のソフトバンクです。まあ近いですよね、2015年なので。まあ柳田悠岐選手とか、柳田選手、内川選手、井出穂選手。まあすごいな。まあ、イデホもいいバッターだったからね。いや、イデホ選手、ただ、うん、タイプ的には、はい、内川にちょっとパワーをつけたようなバッターだったんだよね、イデホ。うん、で、内川っていうのはこう、なんていうの、長打力というよりも勝負強さと巧みさ、うん、まあ、そういうバッターだよね。はい、だからもう威圧していくっていう感じじゃなくて、うんうんうん、まあ本当だったら3番とか、はい、打たしたいバッターだよね、うんうんうん、だけど4番でしょ、大体。そうです、そうです、内川選手。でも勝負強いからな、あいつは。豊さんね、内川選手ね、評価してますもんね、すごく。もう困ったらね、うん、打つ、狙っていくとこって決めて打っていくからね、あいつ。すごいクレバーな選手ですね。いや、クレバーだよ。頭のいい選手だよ。うん、まあ、だから、俺が最初思ったのがさ、はい、井口、松中、うん、城島なんですよ。ナンバーワンはそこかなと思うんだ。あ、それはなぜかというと、はい、3人とも100打点上げてて、で井口が走れるんだよ、はい、だからそういう意味では後ろのバッターたちっていうのは楽だったと思うよ。あー、そっか。まあ楽っていうのは変かもわかんないけど、配球が読みやすかったと思う。んー、やっぱまっすぐ系が多くなってきたと思うんだよね。はい、それを松中が逃さなかったという、うん、で松中が出たら城島が返してたという、はい、それでみんなが100打点に到達できたという、うん、すごい数字ですよ。いや、すごいだろう。うん、でも近鉄のローズ、中村典、磯辺、はい、磯辺さん、はい、ちょっと磯部が弱いような気もするけど、94打点かなんか上げてるわけでしょ。95の17本塁打です。でもその前の2人が130打点以上上げてるんでしょ。すごいですね、130以上って。すごいよな。どういうことなんでしょうか。でも秋山もそうだよね、秋山、清原、デストラーデ、うん、
そうですよ、ね、デストラーデはあのスイッチだしな、うん、AKD4 で秋山が50何個走ってるわけでしょ。51走ってますよ、3番でこれは難しいわ。いやそうですよね。だからやっぱ数字で見るとやっぱ井口さん、松中さん、城島さんってすごいですけど、そのインパクトで見るとまたローズ、中村さん、磯部さんとか、でも AKD もすごかったしなとか、でもやっぱりあのね、阪神のバースかけフォーがあったな、さんとか姫辛いですよ。森富士はあれでしょ、 AKD です。そうだよな、だって子供の頃のもうこれは夢が乗っかってますね、 AKD に。巨人も見てたはずなんですけど、巨人のクリーンアップよりやっぱりその西武のクリーンアップの方が印象深いですし、巨人っていうと私はもうあのクリーンアップじゃないですけど、ロメイシ選手が出てくればホームラン打って逆転サヨナラとかしてくれるっていうイメージの方が私は当時強かったので、クリーンアップより。だ当時クリーンアップ誰が打ってたかもう覚えてないぐらいですね、巨人は。まあ俺はやっぱソフトバンクかな、大英時代か、まだ大英の井口さんとかですか、ああ井口、松中、城島、はい、はい、だな。これなぜかというとさ、はい、松中って三冠王なんだよね。うんうんうん、はい、平成の三冠王って松中以来出てないんだよ、三冠王が、うん、それがやっぱり4番に座ってたということね、はい、座るということね、うん、で城島っていうのはやっぱもうキャッチャーとして、うん、アテネで4番を打った、うん、まあ一緒にやったけどさ、はい、なんかそういう思い入れもあるな。ああそっか、自分のそうですね、一緒に戦ってるから、うんうんうん、うん、いやだからそうかな俺はそこかな。じゃあ大英の井口さん、松中さん、城島さんですか。みんなに共通して言えたことは、うん、勝負強かったよねこの3人。まあどこの球団も勝負強いんだけどさ、クリーンナップに座るぐらいだったら、はい、でも特になんか強かったような印象があるな、うん、でも、うん、ほんとだから相手バッテリーのどこも3、4、5ほんと脅威だったっていう、嫌だなっていう、ここに回ってきたらっていう。まあそうだね、うん、だから俺は、うん、井口、松中、城島だな。あーそうか、まあ、井口の足も嫌だったしね。うんうんうん、まあ森藤が言ってる、はい、秋山の足っていうのもすごいよね。いやすごいです、3番で50 51個走ってるわけだからすごいよ、それは脅威だよ、はい、うん、だけどなんか俺は一緒に戦ったりとか、はい、そう、まあちょっと思い入れが強いかな、城島に対して。じゃあもうここは豊さん、もう大英のこの3人が最強のクリーンアップで、もうそこはいい。俺はね、俺は、うんうんうん、俺はね、でも視聴者の人は圧倒的に俺、秋山、清原、デストラーデっていうの来ると思う。来ますか、あとはやっぱ阪神がね、うんうんうん、絶対来ると。そうですね、でもこれ、やっぱ最近ってここまで大型な最強クリーンアップってあんまり出てきてないですか、それともコロコロ変わってるからってことなんですかね。まあコロコロ変わってることもあるけども、うん、まあでも、いや、そりゃやっぱりいろいろあると思うよ、いいクリーンアップ。いいクリーンアップか。あと、だから、印象に残ってるね。あ、印象に残ってる。視聴者の方がね。はい、いや、これはすごかったなって。うん。うん、まあ、言えば、鈴木孝則、はい、ローズ、うん、で、マシンガン打線の時の。あ、横浜、まあ駒田とかね、はい、駒田とか、まあ5番佐伯も打ったことあるかな、はい、まあそういうのもなんかこう切れなかったよね、うん、打線が。あ、うん、でもちょっと他から比べると弱いかもわからない、まあインパクト的には弱かったかもわかんないけど、うん、確実性という意味ではすごい良かったクリーンナップだよね。あ、そうですよね。だから皆さんが考えるのがそのホームランとか一発の脅威が怖いクリーンアップなのか、うん、例えばなんか中につなぎがいるのかとか、そういうのでもまた変わってきますもんね、皆さん。あ、それは全然違う違う、うん、
ちょっとコメント欄楽しみにしてます。そうですね、どういった帽子と組み合わせてくるのかっていうね、ちょっと楽しみにコメント欄も待ちたいと思います。はい、はい、ね、はい、よろしくお願いします、はい。